亡くなった、その未来を、捨てるものが重要です。実はね、加藤明香の作品、つまり、その妹を聞きたいと思います。まあ、白い顔、明日を誘える通り、食べ物を、適当に声を聞いて、心を殺して、知らない手に、今できることは、取り合いで、泣きだけで、泣きやさない人は好きだけで、もうちょっと、輝いて、掴んだよって聞かせて、恐ろしいだけでも痛いだよって感じたい。もうちょっと痛くてもっと照らしてた居場所だから。大丈夫ですか？大丈夫？大丈夫？でも動けなくてないか、広い街の中で倒してそれでもなお描けるのなら、もうなんてね、大丈夫ね、やめるなんてできない、やめるなんてできない、今だけ考えて二人だよって聞かせてくれ、私のあなたで今だけ話したい、あとかな、真っ暗でも出せるから。髪は甘くて髪は写してる、醜い答えも弱すぎる期待も、なんだ孤独、焦り、寂しさ、憎さ、そして一人なんだろう、なんだ孤独、焦り、寂しさ、憎さ、そして一人なんだろう。Thank you.